アイアム神の孫とは、日本中央競馬会に登録されていた、競走馬である。主な勝倉は2010年の阪神品馬ステークス。馬名の由来は、カンムリメイ神の孫。母アイアムザウィナーは馬主である、堀光一が TV 番組、平成教育委員会にて、大川慶次郎と共演した際、大川より競走馬の購入を誘われたことから、米国にて買い付けされ、 現役通算参照ながら1995年、フェアリーステークス4着、1996年、クリスタルカップ5着など21戦し、入着19回という堅実な成績を残している。アイアム神の孫は、その第7個として2006年生誕、堀はパーフェクト予想を何回もされた。 大川さんにとって、孫のようなものだから神の孫と名付けましたと場名の由来を語っている。同馬は当初、三本の杉浦博明町教師の管理場として2008年にデビュー。4戦2勝という結果を残した後、大川賞を視野に入れ輸送競馬の負担を軽減すべく2009年春より、立党長浜弘行き級者へと、天馬屋となる。2歳時には、 ダートのみを使われていた神の孫だが3歳に入ってからはフィリーズレビューで2着、本番大歌賞では0.5秒差の6着と芝でも適性を示し秋には週歌賞へも参戦するも距離延長に対応できず後方で折り合いを書いたまま敗戦と結果を出し得ずに終わっている。この内容を受けた陣営は道馬を短距離路線へと方向転換させ、その初戦となるオールカップでは 距離短縮や軽半で等を評され、上位人気の支持の中、久々の勝値倉を上げている。2010年阪神牝馬 S 馬隊調整と休養を兼ねた放牧を経た神の孫は2010年の指導戦として、阪神牝馬ステークスに出走、放牧で馬隊がパワーアップしたという評価もあったが、その一方で長浜は休養明けなので坂で止まるかも、と同馬を懸念。 ファンからの支持も9番人気という低いものであったがレースでは後方からの差し切りを決め重傷初制覇を記録。デビュー当時は先行して番手から抜け出す先方を取っていた同馬を決め手を生かした方が良さそうと指す競馬へと客室転換させた長浜はこの勝利に武器手が大花賞で姉妹を生かす競馬をしてくれたのがオーロカップや今日の勝ちにつながったとコメントを残している。 この勝利により神の孫はビクトリアマイルへと駒を進めるも、大賀賞当時より1600はどうか、距離課題とマイルへの適性を疑問視されていた同馬はここでも、敵距離は1400、自力も問われる、東京マイルは微妙と評価され10着、先の大賀賞、周歌賞と合わせ3度出走した GI はすべて着外という結果に終わっている。その後は、休養を挟み焼きに、 オープン特別を一層、客部不安から再度休養に入るも復帰することはなく、2011年3月に現役引退となった。当初は北海道千歳市の八代大ファームにて繁殖品場としてつなぎようされ、第3個アイアムノーブルの生産から高秋牧場へ移動。第6個アイアム一流の生産から万道牧場にて生産が行われている。以下の情報は、 netkeiba.com の内容に基づく。ありがとうございます。